お待たせしましたフリーザ様、ギニュー特戦隊全員集合です。期待していますよ、ギニュー特戦隊の皆さん。ありがとうございます。再びフリーザ様の元で働けて光栄です。この幸せを表現するために喜びのダンスを披露してもよろしいでしょうか。それも特別にスペシャルバージョンで。うわー、喜びのダンス、やったぜ。それもスペシャルバージョンだ。いいえ、それはこの一件が終わってからにしましょう。かしこまりました。この件が片付いた暁には特戦隊一同で最高のダンスを披露いたします。楽しみにしていますよ。お前たち、フリーザ様にお披露目するその時まで自主練習を欠かすなよ。任せてください、ギニュー隊長。戦いもダンスも必ずやフリーザ様にご満足いただける成果を。よし、そうと決まればまずは目の前の敵を叩きのめすぞ。ギニュー特戦隊ファイト。あまったく、あの性格だけはなんとかならないものですかね。終わりだ。
戻してやる。うん、今度は進化もね。おっと、はっ、ほーほーほー、いますよ。ほら、そろそろ死にたいだろ。
さて、ギニューさんも加わりましたし、ひとまずは順調としましょうか。フリーザ様、よろしいのですか？その地球人をお体に居座らせて。もちろんいいはずがありません。しかし力を引き出すためには必要な存在。いざという時を考えれば、私の中で飼うのが妥当でしょう。あとはもう少し手駒を増やしたいところですが。貴様も蘇っているとは、面白いことになっているようだな。なんだてめえ、フリーザ様に何の用だ。私の名はセル。相手をしてほしいなら遊んでやってもか。なんだと。ナッパさん、少しは落ち着きなさい。無駄吠えは負け犬の証ですよ。しかしナッパ、フリーザ様のご命令だ。部下の教育がなっていないな。フリーザ軍とはこの程度の連中か。貴様、調子に乗るな。ギニューさんも落ち着きなさい。まずは話を聞いてやろうではありませんか。チッ、命拾いしやがったな。では本題に入らせてもらおうか。私を復活させ、妙な精神を憑依させて操ろうとした奴はどこにいる。妙な精神、まさか貴様も。奴が利用しようとしているのは我々だけではないということでしょうか。奴、貴様ら、やはり何か知っているな。そうだとしても、あなたに教える必要はありませんね。ほう。この私に頼み事をするのです。まずはその態度を改めなさい。ふっ、何かと思えばくだらんことを。貴様の意志などどうでもいい。今すぐ知っていることを全て話せ。なるほど、どうやらこの方は正真正銘のおバカさんのようですね。仕方ありません。ならば身の程を教えてあげましょう。なかなかやるな。私の知る情報とはまるで違う。いや、そもそも別人ということか。感じるぞフリーザ、貴様の中にあるもう一つの木を。貴様、私とは違い、
生身の人間に憑依されているようだな。その口ぶり、私とあなたに違いがあるとでも？そう、私に憑依したのはおそらく機械でプログラムされた人工精神。そのおかげで制御するのもたやすかったがな。何？貴様自力で制御したのか？当然だ。追い出すまではいかなくとも自力でねじ伏せるくらい造作もない。ほう、貴様の中にいるのが誰かは知らんが、そいつのおかげで本来の力を出せる。そういうことだな。確かにこの地球人がリンクすることで私は力を出すことができています。ですが本来の力はこんなものではありませんよ。なるほど、貴様に関する情報はどうやら古くなっているようだ。面白い。あなた私の部下になりませんか？フリーザ様、お言葉ですか。このようなものを配下につけるなど。俺も反対です。いつ裏切るか分かったもんじゃない。心配ご無用。私は誰の配下にもならぬ。だが貴様たちには利用価値がありそうだ。手を組むというのなら協力してやる。いいでしょう。お互いにせいぜい利用し合うとしましょうか。ですが利用価値がない、または少しでも逆らうようなことがあれば消しますよ。ふそれはお互い様だ。面白いことになってきたわね。何かあったのか？あのフリーザとセルがついに手を組んだみたい。何？あなたもそんな顔するのね。いいもの見ちゃった。でもそんなに驚くことかしら。二人の制御ができなかった時点でこうなるのは時間の問題だったでしょ。そうだな。それよりいいのか？あの二人は脅威になるかもしれない。それは違うわ、16号。むしろ脅威になりうるのはリンクをしている精神の方。フリーザの力をここまで引き出すなんて、やっぱり生身の人間の精神は違うわね。なぜ人工精神でなく人間がリンクしたか、原因を知りたくて様子を見ていたけど、このまま放置しておくのは危険ね。早めに手を打ちましょう。18号、あなたのリンクテストも兼ねてフリーザとセルを倒しに行くわよ。ああ、構わないよ。全員まとめて叩き潰してやる。やる気みたいね。期待しているわよ。16号は、そうね、戻ってきた時に食べるおやつを用意して。分かった。